1>, 1位、先ほどもお伝えしましたように、仙台大学、馬場ス介、投手右投げ右打ち、最速155キロ右腕。2位、アジア大学、高橋春斗、サウスポー。えー、こちらは、あ最速151キロ左腕。えー、第3位、立教大学、熊谷隆弘、右投げ右打ち内野手。えー、そして4位、上部大学、島田海里、右投げ右打ち外野手。えー、50メートル5秒75の俊足。あの、桐生吉秀に勝ったことがあると。マジ そうですよ、この中学のジュニアオリンピックで。すげすごいでしょ <laughs> とんでもないですよ。はあ,あじゃあもう、盗塁バンバンしてもらわないか、ね。いや、もう、ね、もう、気流越えですからね。で、5位、九州三菱自動車社会人です。谷川正樹右投げ、右打ち、投手。えー、最速149キロ。で、6位、京進高校、牧城一郎。右投げ、左打ち、投手。えー、最速152キロ、本格派うわン えー、下さん、ということで。はい。指名6人中4人が投手。<はい S 1> 大卒社会人がそのうち3人。即戦力の投手っていうのがやっぱり、今年のシーズン中の戦いを見ると、やっぱり先発の駒不足、藤波和貞の不調っていうのがやっぱり響いてるから、やっぱり先発を即戦力で、 取りたいというのがチーム事情じゃないかな。でもね、島崎さん、12球団で見ると、うん、阪神って先発いる方じゃないんですか、うん、いる方だけど、上を狙ってからより上積みしないと優勝しないんだから。なるほど。そこでやっぱり、こうなる戦力になってくると。はぁ<ー>。うん、まあだから、納得ですかまあ。ドラフトとしたら。チームに足りないものを補強していくんだから、うん、若手を伸ばそうっていうところで、野手はね。で、やっぱりピッチャーが、いない、いない、先発がいないっていうので、やっぱりこれは、 チームとしてはいいドラフトじゃないのかなもうみんな150キロ投げるんですね。やっぱりね、最近の子は本当にもうこんなもんですかやっぱり。もうこうじゃないとドラフトにはかからないんですかもう1 5、う、十、ん、超えぐらいじゃないとやっぱり右とかのピッチャーは厳しいね、<ー>もうね。右は。左はまだなんとか。だ、うん、ね、まだなんとか。ううん、そうですか。仙台大学、馬バ場バスケ投手。うん。先発候補ですよね、じゃあ。もう当然先発候補。 チラッと映像をご覧になったと。なかなかいい投げっぷりで、暴れっぷりで。暴れっぷりなんかその、投げた、体のね、暴れるっていう、もう全体使って、全体流れて、で投げてる。いい感じの球を投げてたんで、もうストライク欲しがらなくて、こう勢いでいけるようなピッチングをね、最初からしてくれれば。ストライク欲しがらなくていい。こじんまりなられてもね、155キロも出るんやから、少々ファールになるよ。 そうですよね。うん、あと、どうですかざっと6位までで、ちょっと、あの、映像うんぬんじゃなくて気になる、目に留まる。あ、やっぱりそれ、俺。気流気流。ですよね。上部大学の島田海里。うん、一回、あの、国体がなんか出てもらって100メートル走ってもらったらええんじゃん。ええ。<laughs> 9秒台出たら面白いのに。<laughs> 中学時代の陸上のジュニアオリンピック100メートルで気流吉出に勝ったことがある。でもこ、そういうことって、今の中学生とかって多分10秒台やから、もう。 ですね。高校、あの中学生でも100メートルは。ですね。めっちゃ速いで。速いでしょうね。楽しみやね。こっちで良かったのって。だから阪神の、なんていうの、うん 盗塁数もあんまり伸びてきてないやん。だからそういう、旋風をこれ、起こしてほしいね。そう赤星選手以来のね。行ってほしいね。ちなみに、島柳剛90年ドラフト4位、大英ホークス、指名されましたが、その当時の話何かちょっとありましたか島柳はドラフト当時は、新日鉄機密。新日鉄機密で、先輩が埼玉で結婚式を挙げるっていうから、は、当時うん。当日にドラフトの日、埼玉の結婚式場にいました。で で、あの、電車でさ、行ってたんやけど、当時ね。はい。で、ほら、新聞にさ、ドラフト1位選手予想みたいなあ、れ、今ありました競馬みたいな写真入りでこうあるやん。はい。だから、俺の、俺、釣り駆捕まってたんだけど、目の前に座ってるおじさんがそれを見てたんよ。やっぱり予想でじゃあ、1位予想って言わて位予想、おおで、こうやって、新聞と俺の顔をこう、見合わせながら、不思議な顔をしてたのを思い出すね。あ、え、じゃあ、1位予想から4位だったら、じゃあ、ちょっと。ね俺も行かないって言ってたから。 あ、一年、もうあと一年行きませんって言って、結婚式出てて。あ、そうだったんですか先輩の結婚式の最中に、速報ですって言って、お祝い事がもう一つって、下柳さんが4位で指名されましたって言って、先輩の結婚式が俺のサイン会になってもらったいな。あかんや、それ。あかんパターンじゃないですか、あかんパターンでだから先輩にめっちゃ恨まれてんねん。え、でも、入団、え、あの、プロ行かないって言ってた行かないって言ってて、スカウトとも会わなかったんだけど、最初。そしたらもう、 その時の監督が、うん、もうそんなチームのことは気にせんでええから行けって言ってくれて。あ、機密の監督さんそうそ,うそうあ、<ー>それで、あじゃあ遠慮なく行かせてもらいますって言って。あ、そういうものなんですね。うん、えー、ちなみに、その年のですね、うん、えー、他球団のドラフトを見ると、あの、小池秀夫投手が、8球団競合の年だったんですね。うんうん、そう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 。で、ロッテが指名して、回避して、あ、拒否してと。そう。あの年だったんですね。このね、はい。 俺らのドラフトの前の年が、ノモが強豪8球団だったのよ。あ、前年ノモ。翌年小池。どちらも8球団8球団。はぁ。で、よくよく思い起こせば、その前年ノモさんの時、元木大輔さんも拒否でした。拒否した。で、ハワイかどっかに留学して、巨人入団だった。そうそうそう。で、同期入団になるんですね。同期入団。ちなみに阪神は湯船さんでした。1位が。1位が。本ンダギあ、鈴鹿。同じ社会人。 大切なことだった。うん。ねえ。で、ちなみに、オリックスには、立命館大学のあの、長谷川。はいはいはい。さんというような、結構多彩な、これ。いましたね。クラフトの年だったんですね。ちなみに、大栄の一位は日清の木村。はい。刑事投資と。で、うちの倉。そう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 。選手が2位だったんですね、鹿児島実業の。そうそうそう。そんな、島根さんは、じゃあ、え今でも先輩に恨まれていると。そうなんですよ。 結婚式で他の人目立っちゃダメですよと。よ本当にごめんなさい。えーねえ、いろいろやっぱりドラフトはありますね。ありますね。あ <laughs> えさあ、外れ外れ一位指名となりましたが、仙台大学馬場スケ投手をはじめ、6人の選手。これもう即戦力で来年。じゃもうみんな一軍のキャンプに行くんじゃないですかね。というようなあラインナップになっています。えー、来年のね、2月自主トレというところがもう今から楽しみですね。4人が投手。 やっぱり、即戦力の投手っていうのがやっぱり今年のシーズン中の戦いを見るとやっぱり先発の駒不足、藤波、岩貞の不調っていうのがやっぱり響いてるから、やっぱり先発を即戦力で、 取りたいというのがチーム事情じゃないかな。でもね、島崎さん、12球団で見ると、うん、阪神って先発いる方じゃないんですか、うん、いる方だけど、上を狙ってからより上積みしないと優勝しないんだから。なるほど。そこでやっぱり、こうなる。戦力になってくると。はぁ<ー>。うん、まあだから、納得ですかまあ。ドラフトとしたら。チームに足りないものを補強していくんだから、うん、若手を伸ばそうっていうところで、野手はね。で、やっぱりピッチャーが、いない、いない、先発がいないっていうので、やっぱりこれは、 チームとしてはいいドラフトじゃないのかなもうみんな150キロ投げるんですね。やっぱりね、最近の子は本当にもうこんなもんですかやっぱり。もうこうじゃないとドラフトにはかからないんですかもう、うん、1 5十超えぐらいじゃないとやっぱり右とかのピッチャーは厳しいね、<ー>もうね。右は。左はまだなんとか。うん、左はね、まだなんとかん。そうですか。仙台大学、馬バ場バスケ投手。うん。先発候補ですよね、じゃあ。もう当然先発候補。 チラッと映像ご覧になったと。なかなかいい投げっぷりで、暴れっぷりで、本当に。暴れっぷりなんかその、投げた、体のね、暴れるっていう、もう全体使って、全体流れて、で、投げてる。いい感じの球を投げてたんで、もうストライク欲しがらなくて、こう勢いでいけるようなピッチングをね、最初からしてくれれば。あ、ストライク欲しがらなくていい。うんこじんまりなられてもね、155キロも出るんやから、少々ファールになるよ。 そうですよね。うん、あと、どうですかざっと6位までで、ちょっと、あの、映像うんぬんじゃなくて気になる、目に留まる。あ、やっぱりそれ、俺。気流気ウ,キリュウですよね。上部大学の島田海里。うん、一回、あの、国体がなんか出てもらって100メートル走ってもらったらいいんじゃん。ええ。<laughs> 写真入りでこうあるやん。はい,は,いはい。だから俺の、俺、釣り捕まってたんだけど、はい、目の前に座ってるおじさんがそれを見てたんよ。やっぱり予想でじゃあ。1位予想で出てて1位予想おおおおで、こうやって。 新聞と俺の顔をこう、<laughs> 見合わせながら<ー>、不思議な顔をしてたのを思い出すね。あ、え、じゃあえ、1位予想から4位だったら、じゃあちょっと。い俺も行かないって言ってたから。あ、一年、もうあと1年行きませんって言って、結婚式出てて。あ、そうだったんですかで先輩の結婚式の最中に、速報ですって言って。うんうん お祝い事がもう一つって、下柳さんが4位で指名されましたって言って、先輩の結婚式が俺のサイン会になってもらったいあかんや、それ。<laughs> あかんパターンじゃないですか、それ。あかんパターンじゃないですか。だから先輩にめっちゃ恨まれてんねんえ。でも、入団、え、あの、プロ行かないって言ってた行かないって言ってて、スカウトとも合わなかったんだけど、そしたらもう、その時の監督が、もうそんなチームのことは気にせんでええから行けって言ってくれて。あ、機密の監督。そうそうそう。 それで、1位、先ほどもお伝えしましたように、仙台大学、馬場ス介、投手右投げ右打ち、最速155キロ右腕。2位、アジア大学、高橋春人サウスポー。えーこちらは、あ最速151キロ左腕。え第3位、立教大学、熊谷隆広、右投げ右打ち内野手。えそして4位、上部大学、島田海里、右投げ右打ち外野手。え50メートル5秒75の俊足。あの、桐流義秀に勝ったことがあると。 マジそうですよ、この中学のジュニアオリンピックで。すげえ。すごいでしょ <laughs> とんでもないですよ。ああ。じゃあもう、盗塁バンバンしてもらわないから、ね。いやもう、ね、もう、気流越えですから。ね、で、5位、九州三菱自動車社会人です。谷川正樹、右投げ、右打ち、投手。えー、最速149キロ。で、6位、京進高校、牧城一郎。右投げ、左打ち、投手。えー、最速152キロ、本格派うわン えー、下さん、ということで。はい。指名6人中、はい。9秒, <laughs> 9秒台出たら面白いのに。<laughs> 中学時代の陸上のジュニアオリンピック100メートルでキリューヨに勝ったことがある。でも、こう、そういうことって、今の中学生とかって多分10秒台やから、もう。ですね。高校、あの中学生でも100メートルは。ですね。めっちゃ早いで。早いでしょうね。楽しみやね。そ、こっちでよかったのって。だから、阪神の、うん、なんていうの 盗塁数もあんまり伸びてきてないやん。はい。だからそういう、旋風をこれ、起こしてほしいね。そう赤星選手以来のね。行ってほしいね。ちなみに、島柳剛90年ドラフト4位、大英ホークス、指名されましたが、その当時の話何かちょっとありましたか島柳はドラフト当時は、新日鉄機密。新日鉄機密で、先輩が埼玉で結婚式を挙げるっていうから、は、当時うん。当日にドラフトの日、埼玉の結婚式場にいました。で で、あの、電車でさ、はい、行ってたやんやけど、当時ね。はい。で、ほら、新聞にさ、ドラフト1位選手予想みたいな今ありました競馬みたいな。